ください。はい、やってきました。フェイトプラスがお送りする、ね、やっぱここはタイトルコールはやっぱりね、あのやっぱ今日3 もともと3回しか出なくて、はいはいはい、久しぶりに出てた、はいはいはい、伝官場なナンバーも取った。今日10年目のせいやさんお願いします。よろしくお願いします。はい、よいしょー、じゃあ立ってね。めっちゃ笑ってるやん、本当に。珍しいメンバーよ。そう、珍しいメンバーだから、多分大変だった、このメンバー。当ててもらおう、超大変だった。じゃあ一回ちょっとみんなで自己紹介いきますか、うん、改めて、うん、じゃあまずそこの赤い帽子のおじさんから。珍しい、赤い帽子の D4 派です。よいしょ。 D の意味を言え。 D の意味を言え。それやめてあげて。はい、それで。こっち、こっち、お隣だね。新人の山梶聖也です。はい、よろしくお願いします。座右の銘は、座右の銘は、10年までは新人です。やばいね。10年までは、今乗りに乗ってる男、本庄亮介、よろしくお願いします。油じゃん、油じゃん、油じゃん、勢いが油が乗ってる。はい、お願いします。このシーンって感じ怖いわ。逆に、ね、なんで全然関係してくれないの。はい、おい、はい、久々に出る3回目の奈良瀬京です。3回目、4回目ぐらいかな、2回目ぐらいの1年ぶりに盛り上げます。よ、坂口あんり、よ、坂口あんり、お願いします。坂口あんり、で、今日、司会進行って思います。そうちゃんです。よろしく。3代目、3代目。でも今日のメンバーは多分あのもうなんとなく、そう、逆に今日はなんでこのメンバーを揃えたかっていうのを1回ちょっとね、何しに来たのが一番辛いからやめて。それはじゃあ逆にこのメンバーは何のメンバーだと思うかっていう、ね、共通点があるんで、共通点が、ね、ここ全員はちょっと共通点があって、そう、企画っていうか、うん、めちゃくちゃディスってくるやんこいつ。めちゃくちゃディスってくるやん。何のためか。まあ、出ないから言っちゃいますか。今日は、どういうつもりだろう。どういうつもりだろう。どんな気持ち。おーっと、出ないやんかい。いいね、いいね、分かった。今日はここは寮に住んでるメンバーでちょっと集めてみたっていうね。そうです、そう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 。ね、逆ね、寮メンバー、接客したホストの方が間違いないね。何考えてるんだろう。だとさ、相当やる。同じ寮とかもうね、まあ金ねチームなんだよ。金ねチームだよ、言えたら。山に言わすんじゃないよ、もう貧乏チームってやばいやん。財布チェックしよう。まあまあ、チェックしよう。しますか、今日入金日だから。入金日、めちゃくちゃ入ってるだろ。ダンボールハウス。おー、やめろそれ。結構リスク感じたな。あー、イブさんがいないって。うん、あー、イブさんがいない。なんで君がいない。ちょっとね、何言うかしら。そう、寮メンバーだからちょっとね、あの寮はどういうもんなのかみんなにお伝えしようみたいな、うん、そういう感じでいい。うん、OK、うん、です。そういう感じでいいよ。いいよ、行きましょう。いいよ。まあ、まあまあ汚いね。汚い。綺麗だね。綺麗、綺麗だね。僕からすれば汚いっす、めちゃめちゃ。うん、まあ俺は綺麗にしてるけど、それは。めっちゃ綺麗好きだもんね。いや、僕メジュじゃねえよ。どんだけ古いとこするって言うたら、まあ流れないけどね。そうだから、寮ってなんかさ、イメージとかあるじゃん。ホストクラブの寮っていうのはこういう感じのイメージみたいな。あるっすね。それは入って、うん、って思ったっすもん。いや、なんかもっと本当はもうめちゃくちゃなんかボロそうな場所だと思ったんですよ。雑魚で。いや、本当に。でも、部屋じゃねえ。めちゃくちゃ綺麗じゃんと思って、なんか意外とね、めちゃくちゃ綺麗あって、うん、洗濯係はそれはもうみんなでやるよ。それはもう一緒にもうみんなでね、抱きつき合って。個人個人やっぱもう寮やけども個人プレイみたいな。まあまあまあ、そうそう、まあ生活リズムも違う。逆になんかこう寮あるあるみたいなの、あ、まあまあまあるじゃん。まあまあ、もちろん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 。行っていいっすか。うん、いいんじゃない。行っていいっすか。俺ちょっと飽きてきた。行っていいっすか。いや、もう本当にもう今日あった話よ。そうそう、テレビ出た時ね、すごい綺麗だったもんね。あれ、あー、そっかそっか。なんならこの後で凌介があのテレビ出た時に、そう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 、むしろ言っちゃおう今。あ、じゃあそれ 3.1519269368に全部覚えてる。一緒に付き合ってくれたからね。
ップ、あの今年、今年じゃない、去年の年末、今年の年始、年末だっけ、去年の年末で、凌介がテレビに出るって言って、うちの凌がね、そうそうそう、ちらっと凌が映ったからね、それね、そう、あんな感じでめちゃくちゃ綺麗やったね、ほんとに、どっかのテラスハウスかなと思ったんだって。ちょっと待って、いや、あるある行きましょう、そして。いや、もう本当に今日あったね。まさかのさ、いや、今日あった、今日あった話。10年目まで新人言ってる平野さんが一言も喋らんからね。間違い、間違い、頑張り緊張するすげえ、なんか全然喋んないから、俺おかしいなと思って。まとまりがね、この最近席使うからね。ドンファが地蔵みたいな。いや、やっぱみんな喋るからね。まあ、あの、両あるあるとして、両ファが地蔵になるってこと、それも。ちゃんと言っていいですか。今日あった不満を。まあ、なかったの。そう、なんか起きてあんまり変な不満やめてもらって、まあ、解決していこうな。もうええんちゃうか、終わった。自分が犯人だから。本当に嫌だ、本当に嫌だ。じゃ起きて、あの、聞きたないじゃん。じゃ起きて、最初コーヒーを飲む、言わせて。起きてね、コーヒー飲もうと思って、ね、コーヒーをね、もう買ったのよ、寝る前に。で、置いといたので、すごい楽しみに、あれと思って見るじゃん、なくなってるの。もう、まあまあ、多分コーヒーだと多分、まあ、この人だろうな。マジシャンがおるじゃん。聞いたら、あかりまに飲んだけどみたいな。もうね、あのね、ちょっと私物を飲むのはやめてほしい。いやー、ね、まあ、なんていうの、許可取ったとか言ってるけどね。コーヒーがかわいそう。俺飲まれるのよ。確かに。かわいそうよ。放置されてたの、ちゃんとね。いや、俺はかまってあげただけで、決して飲んだわけじゃない。え、冷蔵庫に入ってたの。いや、あれ、テーブルの上に。っていうことは、凌介がリビングに置いて、コーヒー、誰でもいいよ、好きに飲んでどうぞって置いてた。ちゃうわ、ちゃうわ。違う、結局、凌介、グイじゃないの。いや、もう、凌介がグイ。凌介、グイ。グイ。コーヒー飲みたかった、そしたら。グイ、グイ。コーヒー飲みたかった。グイ、グイ。グイ、グイ。グイ、で、そう、さっきね、上がったけど、凌介、やっぱり早く出たいもん。もちろん。それ、みんなやっぱ出たい。もちろん。でもなんかホストやってる上で、なんかたまに寂しがり屋の人とかいるね。もう一人暮らしやってるけど、わざわざこっちまでわざと遊びに来るみたいな。それを踏まえてやっぱ楽しい、やっぱり寮生活っていうのは。めちゃくちゃ楽しい。ああ、もうね、寮生活楽しい。めちゃくちゃ楽しいけど、その自分が寝たい時にすげえもうキラキラしてる。すげえやってる。これね。寮でやらかしたこと。やらかしたこととかってある、逆に。寮でやらかすってことないよね。でもやらかされたことはあったよね、昔。なんか知らない中国人が言ってないのに。それは不法侵入の話だよ。それダメなやつね、それダメ。やめてよ。あれはめちゃくちゃびっくりした。何人か。やめてよ。すげえびっくりした、あれは。え、女の子を入れたことは。それはやばいでしたよ。でもごめん、これ女の子入れてたら、本当にそうやってしばかれる、一回。もうやんだよ、無理やからね。みんな誰かしらいるから。そう、誰かしらおるからまた入れない。裸で寝てたことはもうザラにね、4波とかね、やばいね。すぐすぐ生まれるだから、もうもうしょっちゅうですね。便利だね、便利だね。これ何、これ、すぐ使ってないから。下ネタの時全部これこうやってる。そうそう、4波とかすぐもう出すからね。隠すけどね、いつも。あるある。このシーンが怖いな、もう。なんかさ、その場内とかもうベテランがいるから、もうもっとバーってこう、そうそう、なんかこうもっとバーってなると思ったら、思ってる以上にこの喋らないよ。どんなみんな喋ってるメンバーやから、なんていうの、まあ確かにね、何を喋ったらいいか分からへん。なんかね、スロープの話だといっぱい出る。プライベートの話いっぱい盛り上がってる。確かに。これちょっとこうコメント拾ってこう会話していく感じやないの、これ。なんかもうベテランがもうめちゃくちゃ静かっていうのは完全にね、もう今の現状だよね、本当に。要はマンションね、デザイナーズマンション。マンションめちゃくちゃ綺麗。トロ様、そこマンション様。うん、まあもう分かるよ。そろそろこれは許せないっていうのはあるでしょ。多分1人1分ぐらい。まあもちろん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 別にあるでしょ、やっぱり。この人が許せない、許せないっていうのは。4番がトイレ長い。全然長くない。長い、確かに全然長くない。この人ってよりは
やっぱアラームがうるさい基本的に。ああ、うん、なんか起きるタイミングの時間が違うから、ね、いやそうそうそうじゃないですか実際。で同じ部屋からどうしてもあのあれよ、そうもう起きたくないタイミングにアラームが鳴るから、うん、この寮のメンバーで誰だろうね。あ、寝起きの顔したい、ね、寝起きの顔あの、それも言ってるけど、あのこの間旅行でもあったけど、あなた寝起きが一番機嫌悪そうだからね、本当に。そんなことめちゃくちゃ怒るから、もうそうだよ。ギャグでみんなしてこうね、おしぼりとか投げたりしてたんだけど、朝もうね、逆にめちゃくちゃブチ切れておしぼり投げ出したもんね、ほんとに。まあ、それね。それ聞いた目としては起こしづらい。寝起きは…まあ、場所は言うんだけど、まあ、つまりやと思う。あれは奈良さんが冷たいおしぼりを顔にかけてくるから、腹が立つ。腹が立つ。寝てる時はしょうがないよ。でも寝起きいいっすよね。俺いいよ、基本。でみんな基本寝起きはいいっすよ。そんなに機嫌悪くない。悪くはみんなならないっすよね。まあ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 、ただなんか起きづらいっすよね、みんな。まあ、そもそもめちゃくちゃ起きですもんね、簡単に。でもこの二人は結構もうすぐ寝ちゃう。もうここはね、本当にね、もう起きない、もう、うん、あれはうるさくて起きるよ。ちゃんと時間配分して、ちゃんとね。うん、起きる起きる。詐欺遅刻行為遅い。そういう話はやめろよ、おい。上司が。おい、やめな、それは本当に。上司が。遅刻なんじゃわかんな。そうそうそう。子供じゃないんだから、本当に。ダメよ。本当や、もう。1分遅刻したとかダメよ。タクシー止まんなかったとか。確かに。言い訳ないんだよ。誰のペースだと思ったら。危ない、本当に。じゃあ、逆に、4分喋ってないけど、こういうの嫌だとかないの？こういうの嫌だった。あ、長いよ、これ。あるよ。長いよ長いよ。これ入ろうとしたら俺入ろうとしたら不満とかなんかあるじゃん、みんな住んでる上でのなんか一番下のいっぱいありそう。でもやっぱりみんなやっぱ一斉に風呂お風呂入り出すんでね、やっぱ時間かかるじゃないですか。まあまあ確かにね。なんかどうしても遅刻になりそうな時はありますよね。あ、イライラする、イライラする。やっぱ入りたいけど入れないってやつね。両方イライラするね。両方イライラする。一緒に入っとくよって書かれてんじゃん。これはね、入れないよね、誰。まあさすがにね。いやでも俺、涼介と一緒に。いやいやいや、俺も涼介。違う違う、入りたくなかった。風呂入ってきた。入りたくなかった。勝手に入ってきた。ここは風呂入ってこと。勝手に入ってきたから。まあ確かに長かったけど、休日とかになるとね、こう湯船入ってるから、その横で俺も入っていいとかね。涼介2時間ぐらい風呂入るからね。もうちょい入ってるっすね。その間にもう2人くらい出入りして風呂場に。さすがにちょっとね、同じ浴槽入っていいって言われた時はちょっと引いたっすね。え、嫌なの？嫌っすよ。嫌なの？嫌っすよ。だって、まあ浴槽ってあんま同服ないじゃないですか。だって銭湯と同じ感じでしょ。いや、まあまあまあ、そうっすけど、あれで相馬参加しろよ、お前。どうなるか。飽きたみたいな、びっくりした今。見たし、遠い眼差しで見てね。じゃあなんか、ヨンハがなんかすごい、なんかよくわかんないあれ言ってるから、俺もなんか。なんでよくわかんない。拾いづらい。まあみんな同じ部屋のコメントすごい来てくれるんですよね。あの、瀬谷さん以外は全員一緒、これ、4人。そうそうそう。瀬谷さん以外は。15?15畳ぐらいあるかな。せやさん以外の15畳。うんうんうん。せいまって多分なんかめっちゃ混ざってる。混ざってる。混ざっちゃってる。老害とポンコツ混ざってる。そんな言ってない。まあまあ混ざってるね、ほんとに。まあ部屋は何個かに分かれてるから。それで、だってそんなにまあね、まあいろいろ不満あるけど、逆によ、この人とは一緒にいたいみたいな。この人とだったらまあ一緒に部屋でもまあ問題はないかなっていう人。分かる分かる分かる。誰がいい？でも個人的に言うたら京ちゃんはね、あのね、あんまり嫌だ俺。どっちでも誰でもいいよ。あのね、まあこれがすごいじゃん、寝てる時のいびきめっちゃすごいやん。あー、寝言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 何ってなるんだよ、ほんとに。全然反応しちゃう。何って。なんか、え、携帯鳴った、えって思って、うわ、バイブ鳴ってるやんって思って、いきなり目覚めたら京ちゃんのいびきやったとかね。俺自分で寝言起きるからね。新しい、すごい。で、僕イブさんがいいっす。あー、イブが、イブさんがいいっす、やっぱやっぱり。あー、やっぱり安定の無害、無害安定、安定の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 イブさんがいいっすね。なんか、この辺はガヤガヤしてそう。じゃあ俺寝るときはガヤガヤしない。これはもう、あ、そっか、寝るときはガヤガヤしない。寝るときはガヤガヤしない。あ、そっかそっかそっか。起きてるときはめちゃくちゃうるさい。うん、うるさい。めちゃくちゃうるさい。朝からすげえ笑い声聞こえるもんなって。そう、イブもね、今ね、体調崩し休んでる。使いよいって。うん、そう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 。あの、まだ3人ともまだ何も出てきてないけど。どうなんですか、
あ、特にあれか、どこに特にない、ね、誰でもいい、僕も誰でもいいですね、よう言うわんだわ、よう言うわ、気にしないじゃん、たまにヨーファのベッドがギシギシうるさいギシ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 これ以上言えないやばいやばいやばい、出てくる、まあ楽しいって、それはちょっと不満じゃない結論量楽しい、出たい気持ちがあるけど、え、ティッシュで何をシコシコしてるの、何を言っちゃったの、何を見た、隠しながら、ほら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 、お前は押すな、お前、え、せやさんは誰がいいですか、誰がいい、誰がいい、俺は別に誰でもいいけど、出勤時間一緒の人がいいかな、うん、単純に、うん、え、それの理由はちなみに、お互い起こし合える共存できる共存できる関係、違う違う違う、お互いじゃない絶対に一方通行されて起きてるよ、起きてます、起きてる、起きて、絶対起きてないです、あ、ちょっと討論して始めたんで一回 CM お願いします、マジで起きてるよ、友達がホストになりたくてお店探してるんですよ、なんだと、どうしても一緒に働きたくて、今なら代入最大1万円ですよ、マジっすか、すぐ連れてこい、すぐに呼びます、お前らやっぱりロミジンだな、やつが確かにするなと思いながら、そんなん言うたらもうね、え、起こさず、まあ、まあなんかある意味一種の嫌がらせみたいなもんや、そうだ、確かに確かに、逆に言ったら両メンバーだから、なんかこうこういう軽いいたずら、いたずら、嫌がらせみたいな、なんかある程度あるやん、まあ、あるのが、まあお風呂入ってたら、ね、パンツ隠そう、違う違う、パンパンツちゃう、パンツちゃうね、パンツちゃうね、やめだね、うるさいな、便利だね、じゃあお風呂入ってる最中に、給湯器の電源切っといて、めっちゃ水溜まってみたいな、そういうのみたいな感じの、水しかない、これ違う違う、あんたもやるやん、これなんか、うん、いや、いたずらはくらいあるやん、逆にいたずら結構あるね、やっぱいたずらやっぱ、チェアさん多いんじゃないですか、チェアさんが一番多いですね、なんかすごい、なんかニヤニヤ笑ってるイメージがある、あ、昨日めちゃくちゃしたけど、冬にやばいですね、電気枕にしたり、電気枕にしてこう電気開けるためにこうそこのところにこう座って待っといて、飽きた瞬間うわってびっくりして、こう楽しい、結構男子校乗りが地味な嫌がらせはね、男子校乗りね、男子校乗り完全に、いや、ないな、よう言うわ、あんたケタやってたやん、なんならなんならケタやってたやん、やってた、俺今日そうそう、やらんかった、え、コーヒー飲んだやつは、あ、いたずらじゃん、いたずらじゃない、あれはあれ、いたずらじゃない、せやさんめっちゃ好きだよ、すごい好き、めちゃくちゃ好き、はい、でも昔あったのがあれじゃない、ご飯食べてる最中に誰かのご飯にこうなんか辛いやつを入れたりとか、そうね、そういうのね、そういうのやってたね、本当にするね、そういう感じは、でもあんまりハットないよ、お前たちハットなんだ、うまいよ、コメントで今気づいた、ハット派、量はね、なんかね、子供みたいなもんよ、本当に遊ぶ遊ぶ、完全に間違い探しみたいなことだよ、どうも、ハットブスはどこ、全然気づかなかった、俺も気づかなかった、正解よ、なんかあの月に1回あるじゃないですか、鍋みたい、あ、そうそう、鍋、鍋、あの時は鍋だったんですけど、なんか集まりがあるじゃないですか、みんなでなんかご飯やろうみたいな、その時に一番引いたのが、相馬さんがめちゃくちゃ酒飲む、だってなんかもう毎日しこたま飲んでるから飲みたくないじゃないですか、いや、そんなことは、集まったって、そんなことはない、別になんか普段一緒にいるメンバーだし水でいいじゃないですか、チコタマ飲むから、そんなことはない、めちゃくちゃ、チコタマ、チコタマ、どんだけ飲むの、チコタマね、ここの俺ら辺のコメントは気持ちいい、上手、息づくみたいにやってみよう、息づくみたいにやってみよう、気持ちいい、どんだけ飲むの、
くねえよ。やばいね。3回目なのにやっぱり健在っすね。人気人気だ。ちょー狂気の差。今日だけに。あ、めっちゃ流れてる。絶対流れてるよこれ。ヒョッチャーって。サイコパス言ってあげるな。誰だよ。サイコパス言ってあげるな。ここまで言うても逆にさ、なんか視聴者まあまあまあ見てるやつらがね、あのどんなどん質問、あ、なんか気になること、逆に量について気になることとかって質問あるな。ヒョッチャーヒョッチャー、ありがたいね、ありがたい。ヒョッチャー、ホストの量についてなんか質問みたいにあるやん。あ、まあ確かに確かに、なんか普通の会社とかの量とはまたちょっと違うよみたいなこともあるから、高熱費とかはもう全部せいやさんが出してくれる。いや、会社持ちです、会社持ちです、はい、全部せいやさん。タクシーせいやさん、せいやさん、いきなり絶対同じのやつ。さっきはちょっとね、あれよ、やばい、ヨンハちゃんを等しいな。ヨンハファイヤー、ファイヤー、ファイヤー来てる、ファイヤー来てる。それはファイヤーやばくない、ダメ、そういうのファイヤーまだじゃ。そうかそうか、相馬さんも来てないっすね。何これって、なんで急に喋らんくない。逆にグイグイした今こぼした。いや、なんか今なんか4話が喋ったらダメな、黙らなあかんのか。このコメントの質問なかった。炙ってるね、コメントは。すごいね。でもさっきのなんかね、振り返したっていうか、何があって、もうやめたか、都合のいいだけ切ろうとしやがる。それな、やべ、バレた。都合のいい人間やろ、当たり前やと。都合のいい人間やろ。ライブ DK なんすかあれ。めっちゃ広いっすよ。ほんなね。でも言うて、たぶんもうそろそろ興味なくなってきてるじゃん。リビングは広い。リビングは広い。ワン LDK。ワン L じゃないな。何 2L? 3L? 4L? 4L? 5L? 5L? 3L? 4L? 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 4L?マンションがいくらかくらいだと言うんじゃない。マンションいくらかくらいだから言うんじゃない。マンション20…まあ月1000万くらいかかっちゃうよみたいなね。ガチな感じ、ガチな感じ、答え20万くらいのね。一応ちょっとバラエティみたいなもんだからさ、ちょっと交えて本当にテーブルトーク、今お兄さん今テーブルトーク中よ本当に。ゴミだね。めちゃくちゃリアルなリアルねって言うからびっくりするやん、ほんとに。20数万びっくりね、これ20数万円。4番お化けの救急車して。なんで4番ワッキー役なの。これ誰書いてる。5人ちゃうで。一番大変じゃない、一番大変に感じることは。もう一人俺、今日はいないだっけ。大変に感じることは洗濯機が回せない。あー、それね、誰かを言わないでしょ、6人よ。めちゃくちゃ乾燥機かけるやつがおるね、ほんとに一日中かけるレベルでかけるやつがおって、いや、もう洗濯機使えないみたいな。そう、それで一回では洗濯機が使えませんよみたいなね。それはね、あれはほんとにやめてほしい。いや、もう仕方ないよ、認めとるやん。誰か言うてないけど、掃除も悪いもん。掃除めんどくさいからね。掃除は週1回全員するっていうね。掃除でもめちゃくちゃ綺麗、ただちょっとね、持ち場を絶対綺麗。そうね、そういうの汚くない。あの、4ファーが入る。4ファーの後は、まあちょっと、まあまあまあ、トイレットペーパーの消費が早い。一人やで、もうそれは。あ、でも結構、なんか男しか住んでない割には綺麗ですよね。そうそうそう。週に。ご飯もみんなで食べたりもするよね、全然。まあただね、洗い物みんなしなかったりね。そうなんですね。ちょっと、まあ、罰金ね。まあ、罰金が。罰金性がないね。ちなみに今日のフライパンは誰？その罰金の徴収だけ。ゴキブリ出る前に今日フライパン誰？今日のフライパンだけ誰よ本当に。ゴキブリまだ俺まだってか全然見たことない。ゴキブリは。まあまあ今日のワンタッチぐらい。夏場ぐらい。夏場になんかあのただあのやっぱ東京やからあのゴミ捨て場の横のめちゃくちゃもうそういそこにはいる。ゴミステーション言わないんだ。ゴミステーションにはめちゃくちゃいるやっぱり。ガチャって開けたらシュワーみたいな。めちゃくちゃカサカサカサってあるからね。あれは怖いね、夏場は。そう、もちろん寝るのはベッドやし、まあだから普通の生活と一緒よね。言うたら一人生活みたいな感じの。そう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 。それにたまたま友達が遊び来てますよみたいなね。あ、本当にそういう形ですよね。形的に言ったらそういうのがめちゃくちゃ多いね。エアベッドいっぱい置いてる。うん、5、6個置いてあるよね。まあ10人ぐらいですね。2段ベッド5、6個って言うよ。自分の部屋ないよ、だから。そう、ないないね。隠れてちょっとな、4番5番4番5番
4番も4番もシコシコ言うとるやないかい。そういうことか。全然分かんなかった。4番も4番もで、まあね、そういう話だったら、ね、みんなでみんなに手を挙げて4番しまーすって言ってね。そうなんだ。よ教えてないわけあるかいな。全然知らない全然知らない。一応もう私が入った子には一応そういうもし諸事情あったらまあ4番入りますって言ってしぐれとこう困るから。え、それ研修不足ですよ。それ多分そこの研修いる。ちょっと待ってくとやり方の研修までしてくれるってこと。それはやり方の研修4番上がってるんだよ。4番そらしないんだよ。4番のやり方ベテランやな。ベテランするさすが中年目。4番取ってまだ変えたら1番9番1番いくつ言うとらないかよ。ここまで言ったら危ない。もう完全にこれ男子会やね。新たな4番1番9番です。4番の椎名レイトにありがとう。ありがとう。たまに言われる。たまに言われるね。なんかすごい寮の話から結構それちゃった。いや寮って言うもんね。どうした。たまに言われる。んどうした。たまにはね。たまにはね。たまにはね。逆に。うん。でも逆にそう、結果量はめちゃくちゃ楽しいよね。やっぱり。楽しい。そう。寂しくないと。そう。寂しさが薄れる。うん。寂しくない。うん。なんか基本的になんか誰かいるし、なんかその個々の感じはあるけど、まあ普通に全然なんかいて害もないっていうか、一緒にいるのが当たり前ぐらいの感覚だから、なんか話さなくちゃいけないとかもないし、全然無言の時もあるし。DVD 見るすもんね。 DVD 見る。害はあるよね。害あるか。害はあるよね。害はあるね。害はあるよね。たまにあれになるっすよね。テレビの取り合い。まあそう、チャンネルのな。 DVD 見たいのにゲームしたいみたいな。うん、早物勝ちよね。これ録画してるやつ見たりとか。あと録画しれつけされたりね。うわー、上書きされるってね。違う番組で。あとテレビの音で寝れないとかね。なんてなんてなんて待って、みんなの北斗家喋るだけやろ。あげろ、お前は。みんな手あげろ。扱いがやばい。喋ります。一気にこう、ガーっていくから出しゃばるな。喋らせろ。喋んじゃねえ、おめえは。みんな手あげてないでしょ。やばいね。それはね、勝手しゃべったのかよ。そんなに言うてたらもう1分前やで。もうこんなグダグダなってたらもう。いや、要はなんか言いたいことあるんじゃないの。最後最後やっぱり4分言ってるから一番最後にね、なんか言ってあげたらもう1分前。今だからこそ言えること。今だからこれを言えること。テレビがうるさい、寝れない。そこちゃうやろ。今今月の告知。今そこちゃうやろ。今月の告知。今月は5月8日黒犬ワンリーダーの昇格祭と周年と感謝デーと新一あります。はい、超雑。一番最初の8日のワンの。そう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 。8日だからもうなんか明後日くらいみたいなね。17、18が終わると連休入ってるから。23までだっけかな。ゴールデンウィークゴールデンウィークあるんで、まあ、一番重要がもう9から10 23までだからね。本当にで終わりの休みの日一発目に感謝デーだから。バーン並みよー終わるよー。